どうもこんにちは、しゅんじです。今日はですね、通常のトミカよりも僕はこっちが気になってました。トミカギフトセット、岩がゴロゴロ、ビッグ工事現場と遊ぼう建設車両セットを見ていきます。セットで入ってる車両がね、めちゃめちゃ面白くて、また色もちょっとこう変わってるからね、ここいいよね。で、標識が入って、あとね、土砂玉もね入ったセットになってます。土砂玉とかってどんな感じ？ああ、もう袋にそのままこんな感じ入ってるんですね。車両を見ていきます。1台目スバル、3番トミカ建設運搬トラック。キャビンの色が青のソリッドで、クリアのね光沢感もあってすごい綺麗ですね。で、後ろの2台、まあ、ここが、グレーカラーになってて、横にね、ドドンとこう文字が書いてあって、これがかっこいい。フロントね、ヘッドライトがクリアパーツになってます。で、真ん中にはねスバルマークがあって、あとこのボンネットのところ、ウォッシャーノズルのね、こうポコッと膨らんだ造形なんかもきっちり作り込まれてますね。ホイールはねノーマル形状です。ドア、アウターハンドルに鍵穴ポコッとね膨れてます。そして2台の横、トミカ建設って書いてて、これが面白い。で、後ろテールのね形あるんだけど、ペイントはねされてませんね。あとここがね、後ろがパカッと開いたりとか開いたりはしませんね。反対側にもね、トミカ建設って書いてあって、このトミカっていうね文字がこうひらがなになってるのがなんかいい。で、ガラスはねクリアガラスかな。で、ルーフのところがボコボコっとなってて、後ろの荷台、まあ、小さい荷物ね乗せることができるようになってて、トミカダンプカーの、荷台とですね、比べるとこんな感じ。全長短いんだけど横幅はあるんで、まあ、そこそこ大きいものでも乗せれそうですよね。そこ、こちら2022年のスケールが55分の1で、ギミックサスペンション機能がついてますね。次はめちゃめちゃ大きなショベルカー、日立建機ローディングショベル EX8000 の7を見ていきます。ボディはねオレンジカラーになってて、2020年ナンバー25番でローディングショベル出たんだけど、はい、それと並べると色形同じで、あーちょっとどっちか分からなくなったら怖いな。はい、まあまあまあ一緒ですよこれ全く一緒ですね。小松油圧ショベルを横に並べると、はい、まあ、こんな感じでボディ大きいですよね。で、特にアームの太さが全然違って、あとアーム先端にセットされてるバケットの向きが違うんですよね。小松油圧ショベルはこう、なんだろう、内側にこう溝があるんだけど、ローディングショベルはこの外側、まあ、こっち前向きの方にこうね溝があるんで、まあ、この辺の違いが結構大きいですね。ローディングショベル、このアームがねかなり太くてすごいパワフルなね感じしますよね。で、あとこの配管とかこの辺の造形なんかよくできてて、で、この内側にシリンダーがあって、アームがこんな感じで、はい、稼働するようになってて、で、先端のこのバケットは残念ながらね稼働しないんですよ。このバケットにこの砂利とか砂とか入れてこう持ち上げるじゃないですか。で、この落とすときはこのバケットをここがねパカッと開くように本来なってるようですね。アーム、まあこんな感じで、ここねシリンダーが動くようになってて、あとこの付け根ですね、まあここもね動くようになってますね。操縦するところがこの黒い部分、ここですね。アームよりも小さいっていう、だからいかにこのボディが大きいのかっていうのがね分かりますよね。で、横にはこの、作業員がこう上に行くための階段があったり、まあ、この辺の造形めちゃめちゃいいね。あと、後ろここにエンジンがあるのかな、なんかマフラーっぽいのとかあったりして、で、この横に EX8000 と書いてますね。で、後ろには日立と書いてあって、ここはなんだろう、ダクトがあって、排気ダクトですかね、うん、はい。で、くるっと回して反対側にも EX8000 と書いてあって、なんだろうね、ここ扉みたいなのとかあるんだけど、いやー、まあここはちょっとわからない。はい。で、上面はねこんな感じ。そう、操縦するところが、まあ、このサイズなんで、こことか、なんか人かなり歩け、余裕を持って歩けそうなスペースになってそう。で、これね、タイヤではなくてベルト、タイプになってて、この、ゴムのベルトがくるくる回るようになってて、下に置いてこうやって手転がしで、走らせて遊ぶことができるようになってて、くるんとこの上が回転するようにもなって、
ってるって書いてるんだけど、ちょっと硬い。これ僕のだけか。めっちゃ硬い。動きやすくなった。はいはい。こんな感じで回転するようになってますね。以前出たナンバー25番のローディングショベルとなんかちょっと違う部分あるのかなって期待したんだけど、うん、全く同じでしたね。もうなんかちょっと変わった色の部分とかもなく、形も全く同じでした。3代目 UD トラックスクオンミキサー車、キャビンの色が赤色のソリッドで、このミキサー部分が黄色と可愛い色の組み合わせですね。通常のトミカのミキサー車とね、比べるとこんな感じで、形ね、全く同じです。で、色が変わっただけなんだけど、ここのシルバーとグレー、まあ、この違い結構、うん、大きいね。なんか、なんだろう、高級感が通常前に出たトミカの方がある。ちょっと安っぽく見えちゃいますね、これね。このとこんな感じですね。赤色のキャビンが可愛いですね。ヘッドライトもね、綺麗にペイントされてて、ガラスはね、スモークの入ったガラスですね。で、ホイールはね、ノーマル形状で、で、ギミックミキサー回転ということで、ここがね、まあまあ、いつも通りこうね、回すことができるようになってますね。はい、で、くるっと回して、後ろ、まあ、テールの形とかもあるんだけど、まあ、ペイントはされてませんね。で、反対側のサイドこんな感じで、このミキサー部分にサンバーのようにトミカ建設とかね、なんか書いてくれてたら面白かったんですけどね。車両底は、こんな感じで2005年ですね。今回のギフトセットにはなんと土砂玉っていうこのね、黄色い玉が10個入ってて、これ絶対なくすでしょ。これ転がって絶対どっか行くよ。建設運搬トラックの荷台にこの玉、10玉乗るかな？乗せてみますね。あ、どこ行った？危ない、早速なくすとこだった。はい、では乗せます。あ、もうこれでいっぱい。あ、危ない危ない。荷台に今7個乗ってる。ただこう、うん、押し込めないんで、あとは上に乗せる感じですかね。あ、ちょっと厳しい。浮いたね、やっぱ。8、9、10、10、乗せれた、まあ、乗せることはできるけど、なんかね、やっぱこう端、このまま走らせると、あ、大丈夫ですね。なんか転がるかなって思ったんだけど、いけるいけた。セットで入ってたローディングショベルのこのバケットに、はい、土砂玉1個ですね。これ2個は無理、1個こうやってセットして、まあ、こうやって運んでね、後ろにこう乗せなーな難しい。まあ、乗せて遊んだりなんかもできます。今回のギフトセット、標識も入ってるんだけど、食玩の標識セットよりも、ちょっとこう、高級感のある作りになってる、標識が入ってて、通行止めの標識、徐行の標識、そして指定方向外進行禁止の標識に、あと、停車マークが書いてある、高齢運転者など表彰自動車停車課の、標識の、4個が入ってますね。パカットシリーズ、道路工事現場開けて、セットで入ってた車両を置いて、この周りに標識をこんな感じで置いて、一緒にね遊ぶことができるようになってて、新しく出たビッグ工事現場と一緒にね遊ぶこともできますね。こちら10月に新しく出たギフトセット、岩川ゴロゴロビッグ工事現場と遊ぼう建設車両セット、ローディングショベル、前に出たのとなんか色がちょっと違うとかあるのかなって期待したんだけど、全く同じでしたね。少し残念でしたね。ただこのトミカ建設運搬トラック、2台横のこのトミカっていうね、これひらがなで書いてるの、ここが可愛かったですね。まあ、今回このギフトセットね、すごい楽しみにされてた方もいらっしゃると思うんで、よかったら参考にしてください。あとね、このね、働く車の車両を使ってね遊ぶことができる、大きな岩がゴロゴロビッグ工事現場とね一緒に遊ぶとさらにこう楽しくなると思うんで、またそちらの方もね、後日ご紹介するんで楽しみに待っててください。はい、ということで今回はこの辺で、動画最後まで見てくださりありがとうございます。よろしかったらコメント、そして高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。